本当部屋、日本ハム先発柴田から一塁線を破る二塁打。今日はオリックスが先制します。日本ハムも3回、オリックス先発山沖を捉え、ワンアウトランナー一塁三塁から森がレフト前ヒットで同点。さらに中島の犠牲フライで2対1と逆転に成功します。しかしオリックスはその裏すぐに同点に追いつき、6回、詰まっていたけど風が何とかしてくれたねという東部の4号ソロで3対2と勝ち越し。粘る日本ハムは7回、ヒットのランナーを2塁に置いて片岡がライトスタンドへ突き刺さる8号ツーランを放ち、4対3とまたも逆転に成功。米子のファンの前で何とか勝ちたいオリックスは8回同点に追いついて、最終回2アウトながらランナー1塁3塁で福良、1・2塁間を破るサヨナラヒット。オリックスがシーソーゲームにピリオドを打ちました。ドラフト2位ルーキー片岡、打率3割8分5厘、6ホーマー20打点とここという時の勝負強さを遺憾なく発揮した。まさかもらえると思ってなかったんで、本当すごい嬉しかった。なんか僕がもらっていいんかなっていう感じ。アンダの日本ハムですが、ウィンタースが怪我でスタメンを外れ、今日は元気がありません。若田部に3回までパーフェクトに抑え込まれます。これに対して久しぶりに地元に帰ってきた大栄は2回、ツーアウト1塁3塁から吉永がしぶとくセンター前を落としてまず1点、さらに続く湯上谷のツーベースで大栄2点を先制します。リードされた日本ハムは4回、トップの鈴木が若田部のスタルートを捉えライトスタンドへ、ようやく1点を返します。しかし大栄は5回、ランナー2人を置いてブーマー、一発を狙っていたというブーマーの当たりはライナーでレフトスタンドへ飛び込む第23号スリーラン。力投の若田部を援護します。若田部は9回、一塁三塁のピンチを迎えますが、最後は7月の月間 MVP 片岡をレフトフライに打ち取り、完投で4勝目を挙げました。日本ハム西崎は5月29日以来72日ぶりの先発マウンド。ところがいきなり佐々木に一発を浴びてしまいます。佐々木は今シーズン4本目の先頭打者ホームランで第16号。西崎にしては球のキレが悪いというのが打った後のコメントでした。2回3回と無難に切り抜けた西崎ですが、4回、今度はストライクが入りません。フォアボール2つで1・2塁、さらに岸川のヒットでワンアウト満塁のピンチを迎えます。続く広永は打っておりますが、吉永にはこの当たり、走者一掃のツーベースでこの回大きな3点を奪われます。なんとか西崎を助けたい日本ハム打線は6回、ルーキーの片岡がライトオーバーの第9号ソロホームランで2点目を挙げますが、反撃もここまで。大栄村田はオールスターの後3連続完投勝利で8勝目。大栄はなんと3連勝です。わずか4勝と、とにかく日本ハムには弱い近鉄。今日も先発野間が2回、田村にタイムリーを打たれ2点を先制されます。しかし近鉄はその裏、デイビスのタイムリーヒットで1点差とし、続く藤立が日本ハム先発酒井のカーブをジャストミート、打球はレフトスタンドへ飛び込む逆転ツーランとなり、近鉄あっという間に試合をひっくり返します。これで生き返った野間、ランナーは出すものの3回と4回だけで5つの三振を奪い、完全に近鉄ペースかと思われました。ところが試合成立まであと1イニングというところで、本当に激しく雨が降り、近鉄にとっては痛いノーゲーム。プロ2本目のホームランが消えた藤立も悔しさを体で表していました。遥か彼方を行く西武を追うには勝つしかない近鉄。初回ヒットと盗塁の大石を石井がレフト右へのヒットで迎え入れ、日本ハム先発柴田から先制点を奪います。3回には迷宮界男新井が打ちます。ライトスタンドギリギリへ飛び込む渋い今シーズン第3号ソロホームランで追加点。そして4回にはこのインコースにのけぞった村上がその怒りをボールにぶつけます。こちらは文句なし、レフトスタンドへ一直線のソロアーチ。序盤で3対0と近鉄優位に試合を進めます。追う日本ハムは5回、森が近鉄先発阿波野のグラブをかすめるタイムリーで1点を返すと、続く6回には田村がセンター前へ運んで1点差とし、さらに1・3塁とチャンスが続きます。しかしここは阿波野踏ん張って白井和幸をサードゴロに打ち取ります。近鉄は8回からリリーフエース赤堀を積み込んで1点差を守りきり、明日からの3連戦を前にちょっぴり西武との差を縮めました。高橋聡25歳、今シーズンからブーマーをつけていた44番を背負い、年俸1800万円ですでにホームラン27本はご立派、しかもホームランダービートップ。
今日の第1打席は一発ではなかったものの、見事2点タイムリーヒットを放つと、続く第2打席、いった外角のカーブをバットの先だがレフトスタンドへ。和製大砲高橋ならではの力で持っていった28号ツーラン。オリックス3回で早くも6対0と大きくリード。そして一発といえばやはりウィンターズ、出ました。ボールがぐんぐん伸びて、なんと2階席まで届く超特大21号ホームラン。しかし飛ばすことなら今日はこの人、オリックス6番小川が一等賞。なんとバットが飛んで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 、今日はオリックスが序盤で飛ばして快勝です。3回オリックスはワンアウト一塁二塁でバッター神戸、酒井がワイルドピッチ、ランナー三塁二塁へと進みます。2エンド2から神戸の当たりはライトへ、犠牲フライとなって三塁から元西が帰り、オリックス2点目。ここで日本ハム2番手は西崎、しかしその西崎もピリッとしません。初球石峰の当たりはライトの頭を越します。3点目、さらに高橋聡はセンター前へ、盗塁で二塁に進んでいた石峰がホームを踏んで4対1とオリックスがリードを広げます。その後4対2となって8回の日本ハムノーアウトフルベースとします。5番片岡はセンターへ犠牲フライ、日本ハム4対31点差と迫ります。しかし日本ハムの反撃もここまで、4対3でオリックスが逃げ切りました。日本ハムの攻撃、2アウトランナー2塁、小川浩一がオリックス先発の伊藤敦則からセンターの頭を越すツーベースヒット、日本ハム勝ち越します。好投の日本ハム先発の武田、久しぶりにスタメン出場のオリックスの甲斐の2人に捕まります。7回ワンアウトの後、7番柴原はライト線へ2塁打、続く8番高田、フルカウントからちょこんとバットを出します。レフト五十嵐のグラブの先を打球は抜けていきます。柴原が帰ってオリックス同点にします。さらに9回にも柴原、インコースのまっすぐをライトフェンス直撃のスリーベースヒット、武田マウンドを降ります。ここでも高田は変わった白井康勝からきっちりと犠牲フライを上げます。久しぶりに野球をしてエネルギーを出してくれたと土井監督、柴原高田の活躍でオリックスが3対2で勝ちました。